皆さんこんにちは国部福音教会の丸本博です9月7日土曜日今日の歌詞はネヘミヤ記4章15節から23節ですタイトルは指示を出すだけでなく模範を示す指導者です ネヘミヤ記四章、十五節から二十三節。私たちの敵が、自分たちの企みが、私たちに悟られたこと。神がそれを打ち壊されたことを聞いたとき、私たちは皆城壁に戻り、それぞれ自分の工事に当たった。その日以来、私の配下の若い者の半分は、 工事を続け、もう半分は槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。隊長たちがユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を握っていた。築く者は、 それぞれぞ剣を腰にして築き角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた私は有力者たち代表者たちおよびその他の人々に言ったこの工事は大きくまた範囲は広い私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっているどこででも 角笛が鳴るのを聞いたら私たちのところに集まってきなさい私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだこうして私たちはこの工事を進めたがその半分の者のは夜明けから星が現れるまで槍を手にしていたその時また私は民に それぞれぞ自分の配下の若い者と一緒にエルサレムの内側で世を明かすようにしなさい。そうすれば夜には見張りがいて昼には働くことができる。私も私の親類の者も私の配下の若い者たちも私を守る見張りの人々も私たちの中の誰も服を脱がず 水場でもそれぞれ投げ槍を持っていた今日は昨日に続きエルサレムの城壁再建に伴う戦いを見ていきます城壁再建に対してサンバラテとトビオを中心とした敵対勢力はその工事を何とかしてやめさせようとしていましたそのためには ユダヤ人たちを殺害する計画さえ立てたわけです。城壁再建というのは決して小さな工事ではありません。大工事です。しかもプロの職人たちがするのではなく一般市民たちがそれを担ったんです。それももちろん手作業です。それだけでも大変な作業であったはずです。 それだけでも大変なのに、今度は敵が攻めてくるかもわからなかったんです。大工事を行いながら敵とも戦わなければならない。どちらか一つだけでも大変なことです。それを同時にしようとするわけですから、これは相当に困難な状況です。そこでネヘミヤも万全の体制でこの事態に挑むことにしました。 ここでニヘミヤは、城壁工事をしながらも、戦いにも備え、備えられるようにと、いくつかの方策をとっています。4章16節その日以来、私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は、槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。大将たちがユダの前科を守った。 若者たちの半分が工事を行い、もう半分は武装して戦いに備えていました。もちろんこれでは労働力は半分に減ります。しかし、武装した者たちがいつも備えているということで安心して工事ができます。それによって作業効率は上がっていったんではないでしょうか。4章17と18節。 城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を握っていた。築く者はそれぞれ剣を腰にして築き、角辺を吹き鳴らす者は私のそばにいた。まあ、これは実際、片手で槍を持ちながら工事をしたのか、あるいは比喩的な表現なのかはわかりません。まあ、いずれにしても、 工事をする者たちも武器を身につけて、いつでも戦えるように備えていました。4章19節20節私は有力,有力者たち、代表者たち、及びその他の人々に言った。この工事は大きく、また範囲は広い。私たちは城壁の上で、互いに遠く離れ離れになっている。どこででも、 角笛が鳴るのを聞いたら私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。工事のため離れ離れになっていても緊急時には角笛を吹き鳴らして一斉に集合するようにしました。このように人が集まるというのは大事なことです。人は集まることによって強くなります。 自分一人では不安であっても、集まることで勇気が与えられます。また、集まることで命令系統も一つになって、戦いやすい状態となります。そしてネヘミヤは、4章20節の最後に、こう言っています。私たちの神が、私たちのために戦ってくださるのだ。集まった時に神が、 戦ってくださる、まあ、ここでは直接的に祈りについて語っているわけではありませんけれどもやはり集まって神に求める祈るということが念頭に置かれていると思います私たちにととっても集まることは大切です。教会もやはり集まってこそ一致が与えられ力が与えられます。 集まって祈ってこそ霊的な力が与えられますその時神が戦ってくださいますこれは今も昔も変わらない原則です四章21節こうして私たちはこの工事を進めたがその半分のものは夜明けから星が現れるまで槍を手にしていた武装したものと 工事をする者が交代でその務めを果たたしていたと思われます4章22節すその時また私は民に言ったそれぞれ自分の配下の若い者と一緒にエルサレムの内側で用を明かすようにしなさいそうすれば夜には見張りがいて昼には働くことができるこの時エルサレム外から 工事に来ている人もいたようですしかしその人々もみなエルサレム内で寝泊まりするようにしましたこれによって労働者の安全も守られまた必要な人員も確保することができたと思われます4章23節私も私も親類の者も私の配下の若い者たちも私を守る見張りの人々も 私たちの中の誰も服を脱がず水場でもそれぞれ投げやりを持っていた服装も武器も常に戦いを想定して油断なく過ごしていましたこれらを見るときにネヘミヤを中心とするユダヤ人たちは何重にも備えをしてことに当たっていたわけですこのことから彼らが 相当な緊張感の中で作業をしていたということがわかります。毎日がまるで非常事態宣言であったかのようです。しかし、これらのことはこの困難を乗り切るために必要なことでもありました。ネヘミアたちは自分たちができる最善を尽くしていました。それは何としてでもこの城壁を 完成させよううという強い強意志があったからですなぜならこのエルサレムは神の都でありその再建はユダヤ人たちの悲願でもあったからです私たちにも非常事態がやってくることがありますコロナウイルスの感染震災洪水地球温暖化決して一言ではありません その時、知恵を絞り、力を尽くして、自分たちのできる最善を行うことです。そしてネヘミヤは、単なる人間的な力でそれを行ったのではありません。神ご自身が自分たちのために戦ってくださるということを知っていました。その確信を持っていたからこそ、最善を行うことができたのではないでしょうか。 私たちも神を信頼して最善を行わせていただきましょうもし私たちが非常事態の中に置かれたらどうするでしょうかまあ震災の現場でもそうなんですけれどもそこには 現実的な知恵と采配が必要になってきますしかしその根底には神が私たちのために戦ってくださるという信仰が必要になってきますその確信と平安をいただいたとき初めて私たちは困難の中でも最善を行う知恵と力が与えられますネヘミヤたちも 敵に備えながらもまたこの大工事をやり遂げなければならないという非常に困難な状況に置かれました。しかし知恵を絞り信仰を持ってそれに立ち向かいました。私たちもまた神に信頼し困難に立ち向かえるものとならせていただきましょう。お祈りいたします。主ス様感謝いたします。私たちの人生の中で 困難が起こる時があります。その時、自分たちができる最善を行えるように、またそのための必要な知恵と、また再配する力も与えてくださるようにお願いいたします。何よりもその根底には、主がおられる、主が戦ってくださるという信仰があって、そこから平安と知恵と力をいただくことができるように導いてください。もし困難の中にある方々、 それに立ち向かおうとしている方々がいるならば、主がどうぞ、その、確信と希望と、知恵と力をお与えください。感謝して、主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。